皆さんこんにちは、赤サタナです。ここは、JR 上野駅の8番線のホームです。今日は茨城県の、水戸市にある偕楽園に行って、今梅祭りが開催中なので、梅が咲いてるのを見に行こうかなと思って、上野駅から特急に乗ろうと思って、やってきました。よろしくお願いします。特急57号上野駅を出ますと、柏、土浦、石岡、友部、偕楽園、水戸、8312停車をしてまいります。本日、偕楽園駅に停車を行います。あらかじめご了承ください。今、案内放送にもあったように、その偕楽園で梅祭りが開催されている期間中は、下りの列車はすべて、特急も含めて、その偕楽園という臨時駅に止まることになっています。今年の停車の期間は、2月の16から3月の10日ですかね。その期間中の、土曜休日だけ、停車するってことになってます。平日は梅祭りの開催期間中でも止まらないということになってます。おなじみ E657 系の、時は57号に乗車します。今回は一番後ろの1号車の、指定席に乗ります。それでは乗りましょう。梅祭り開催期間中ということで、多分それに行く人が多くてですね、車内はかなり混み合ってました。で、上野駅を出発して次の日暮里駅を今通過中です。ここから常磐線は、大きく右にカーブして、東北本線と分かれて、茨城県の方向に向かいます。なんでここが大きく右にカーブするような形になってるかっていうと、常磐線は本当開業当初は田端駅のところが田端駅が、始発終点になっていて、でその後上野駅に伸びれるようになった時に、その元の線路と上野駅の方面をつなぐために大きくカーブするようになったっていう、簡単に言うとそんな感じです。地図で見ていただくと分かるんですけど、すごいなんか遠回りしてるような形になっています。急カーブなので、一番後ろから一番前の車両の車両を見ることができます。さて、遠くには東京スカイツリーが見えてきましたね。東京スカイツリーも東京ではおなじみの風景になってきましたね。最初見た時はなんだあのでかいものはという感じでしたけど、ここは三河島駅ですね。でこっちは南千住ですね。南千住は何でしたっけ、隅田川貨物駅でしたっけ。あまり貨物のこと詳しくないんでわからないんですけど、確か貨物の駅があったように思います。再開発でマンションと、いろいろ建ってますね。で、これは隅田川を渡って、荒川区の、南千住から足立区の北千住に入ってくるところです。北千住は、皆さんご存知の通り多くの電車が、集まる駅で、常磐線、地下鉄千代田線、日比谷線、東武伊勢崎線、今東京ん東武スカイツリーラインでしたっけ、とあとつくばエクスプレス線が、通っています。ですが、特急はすべて北千住は通過します。よくこの駅で、普通列車が北千住で待ち合わせして特急列車が追い抜いていくっていうような光景もよく見られます。これもそうですかね。今画面に映ってる、緑色の電車が普通の、常磐快速線なので快速電車っていう風になるんですけども、
丸が普通の電車で、こっちが特急電車で、北千住で降りていたっていう感じです。北千住駅を出ると、すぐ荒川を渡ります。で、これは千葉県に入って、最初の大きな都市っていう面ですかね、松戸ですね。松戸は昔は特急列車がいくつか停車していたみたいですけども、全部柏駅に、集約される形で、まあ、松戸駅は、特急は止まらないというふうになっています。柏と並ぶ常磐線沿いの大きな町であることには変わりないんですけども、まあ、特急が停車するかどうかっていうのは町の大きさだけじゃなくて、まあ、なんですかね、もっと広い範囲から人を集められるかどうかっていうところも関わってくるので、まあ、そういった意味では、松戸駅よりも柏駅の方が特急の停車駅としてまあ、ふさわしいというか適しているということなんでしょうね。柏駅には東武野田線も来ますので、野田市とか、まあ、そういったちょっと離れた地域からも人を集めることができます。というわけで、柏駅に到着です。柏も大きな町でして、まあ昔なんか聞いたんですけど東の渋谷と呼ばれるぐらい、まあ、結構大きな街なんですよね。柏駅の利用客も確か千葉駅よりは多かった気がするんですけど、千葉県に一番多いのが確か西船橋で、柏駅もかなり上位の方だったかなと思います。反対側に来たのはおそらく阿鼻子から来てる特急踊り子ですかね、臨時列車として運行されてるやつですね。で、これは阿鼻子駅と、次の天皇台駅の間にある、まあ常磐線の車両基地、留置所ですね。まあ、常磐線の車両が、いっぱい、ここに置かれています。で、なんか今日というかこの日、この特急電車の前を走る電車が遅れているためか、この時は号も速度落としてこの区間運転していましたね。多分普通に何も遅れとかなければこの時は号もこの区間はかなりのスピードで走ると思うんですけども。で、これが天皇台の駅です。で、向こうに見えるホームが、常磐線の各駅停車のホームなんですけども、この天皇台を含めた、阿鼻子から天皇台、そして取手までの区間は常磐線の各駅停車っていうのは朝と夕方しか運行されないので、もう日中帯は、駅のホームに人がいないということですね。なんかその使われてない時間帯の常磐線の各駅停車の線路に試運転の列車とかが来るってことはあるらしいんですけども、で、次に渡るのが、利根川ですね。で、これを渡ると、千葉県から茨城県に入ります。取手市ですね。なんかこの鉄橋最近新しくしたみたいですね。僕知らなかったんですけど。確かに、綺麗な鉄橋ですよね。鉄橋を渡るとすぐ、取手駅となります。まあ、茨城県南部の主要な都市で、まあ、東京への通勤で、まあ、よくここから乗るっていう人もいらっしゃるんじゃないでしょうか。取手駅を出ると、まあ、この特急列車のスピードをどんどん上げていきます。多分前に詰まってた電車が、取手が終電の快速電車だったんですかね。で、さっき通過した、取手駅と次の藤代駅の間には、電気の種類の、直流と交流が、切り替わる場所がありまして、都市部だと電車の電気って直流を使ってるところが多いんですけども、郊外とか、まあ、地方、あまり都市部ではないところでは交流の電気を使っているところが多いです。
で、まあ、その直流と交流を切り替わる区間が常磐線だと、砦と、富士城の間になります。昔の古い電車とかだと、直流と交流が切り替わるときって、電車の中に電気が流せないので車内の照明とかも全部消えちゃうんですけども、今の新しい車両だと、車内の電気だけはそのままつけたままにしておくことができるようです。多分電車自体には電気は流してないと思うので、まあ、その切り替わる瞬間だけ車内の照明だけはつけられるようにしておくっていう仕組みになってるんでしょうね。九州にも門司駅 と、その手前の関門トンネルの間に直流と交流が切り替わる場所がありまして、まあ、九州が交流で、本州が直流なので、まあ、その関門トンネルと門司駅などで切り替えるんですけども、あの区間を走ってる電車はまだ古い車両があるので、関門トンネルを通ってやってきた本州からの電車が門司駅に入る直前に、車内に電気を流すのを全部止めて、車内の照明も全部落ちて、で交流区間に入ったらまた車内電気がつくっていうようなことも見られます。ちなみになんで常磐線は砦駅と富士城駅の間で直流と交流を切り替えてるかっていうと、茨城県に、地球の地磁気を観測する施設がありまして、でその地磁気の観測をするのに、なんか直流の電気だと観測に影響が出ちゃうらしいので、常磐線はその東京に比較的近い砦と富士城の間で、直流と交流を切り替えなくちゃいけないというふうになっています。なんか交流の電気だと大丈夫らしいんですけどね。で、今から通過するのが、富士城駅です。電車が茨城県内を、北上していきます。まあ、砦駅を出ると結構畑とか田んぼが多くなってきます。まあ、家もポツポツあるんですけどもね。でこれは、荒川沖駅を通過するところです。あ、今ちょうど画面に映ったのが、イースト IE っていうやつで、在来線の線路とか架線の状況を検査する車両ですね。新幹線で有名なドクターイエローの在来線版ですね。そして、電車は間もなく土浦駅に到着です。日本で2番目に大きな霞ヶ浦っていう湖は、常磐線からだとこの土浦駅周辺が一番、近くを走るということになります。車窓からもちらちらと見ることができます。土浦駅は常磐線の中でも、かなり主要な駅でして、この特急ときわは大多数の列車がこの土浦駅に止まります。もう一個の日立はほとんど止まらないらしいんですけどね。土浦は、日本三大花火大会の開催地の、一つとして有名ですね。他は長岡 と、大曲になります。常磐線を走る、日立号とこの常磐号の座席なんですけども、自由席っていうのはなくて全部指定席となります。でただ座席の指定を受けないで乗ることができる座席未指定券っていうのも発売されていまして、その席の指定は受けてないんだけども、その座席未指定券を持ってると、その指定席の空席に乗ることができるっていう仕組みになっています。で、座席の上にランプがついてまして、で、赤だと、確かしばらく乗ってこないから、ここの席は、ずっとしばらく空席なので座っててもいいですよっていう風なランプになります。もちろん、その座席未指定券を持った状態でっていうことですけども。で、緑が、指定を受けてる人が今座ってますよっていう色で、で、黄色だと、
もうそろそろその座席の指定を受けてる人が、座りますよっていう風に注意を促す色となります。まあ、鉄道マニアの間では有名だと思うんですけども、この赤と緑って意味を逆にした方がいいんじゃないか、要は緑が空席で赤は埋まってますよっていう風にした方がなんか分かりやすくないかっていうのはよく出るんですけども、まあ、実際には赤が空席で緑が満席、席が埋まってるっていう風になっています。あと常磐線の特急のその列車名についてなんですけども、常磐線は今、日立と常磐っていうのがありまして、で日立っていうのはまあ元々本当に元々の意味で言うと茨城県の旧国名日立の国からまあ取られているということになります。でもう一方の常磐の方はその茨城県の旧国名の、日立 と、福島県の東側の地域の旧国名であるいわきの国の、合成地名であるその常磐、その漢字を訓読みすると常磐というふうになるので、まあ、そこから、名前を取っているということになります。で日立号の方は東京の品川駅から福島県のいわき駅まで結んでいて、でもう一方の常磐号の方が、品川駅から茨城県の勝田駅、水戸の一個隣ですね、その駅までを結んでいます。で何が言いたいかっていうと、その茨城県の旧国名から取った日立号は品川から、福島のいわきまで行ってるのに、その茨城県と福島県のそれぞれの旧国名から取った常磐号、常磐号は東京の品川駅から茨城県の勝田駅までしか行かないというふうになってます、まあ、つまり列車名と由来になった地名の組み合わせが逆になってるってことですね。まあ、別にそんな大きな文句ではないですけども、ちょっとなんか微妙に分かりにくいなっていう印象ではあります。まあ別に慣れちゃえば問題はないんですけどもね。で、土浦の次は石岡駅に停車します。この石岡駅は確か10年ちょっとぐらい前までなんか鹿島鉄道っていう、まあ路線 JR じゃない路線が来ていて、それが廃止になっちゃったんですよね。多分このバスが止まってるあたりもともと鹿島鉄道線のホームがあったんじゃないかなと思います。なんかそんな感じに跡地に整備したっていう感じでしたよね。で石岡を出ると、次が友部駅となります。友部駅はここから水戸線っていうのが分かれていて、そっちになると栃木県の小山駅の方に行くことができます。石岡も友部も、まあ、町自体はそんなに大きいところではないと思うんですけども、まあ、この常磐号は大多数が止まるような、まあ、主要な駅であります。でこの友部を出ると、次が、臨時駅のその偕楽園となります。で車内の案内表示板にも、次が偕楽園というふうに表示されました。まあ、この時期の土曜休日にしか見られない表示となっていますね。でこれが偕楽園の一個手前の、赤塚駅ですかね。もう水戸市には入ってると思うんですけども、まあ、水戸駅が近づいてくるとまた家が目立つようになってきます。茨城県ってなんか毎年都道府県魅力度ランキングみたいなやつでいつも最下位になってるんで、確か6年連続とかでしたっけ、で最下位になっててなんか話題になってることありますけど、まあ、個人的な主観ですけど茨城県も有名な観光地とか魅力的な観光地って結構あると思うんですよね。袋田の滝とか行ってみたいですし、まあ、今から行く偕楽園も、日本三名園の一つですしね。
あとさっき言ったように日本で2番目に大きな霞ヶ浦もありますし、あと茨城県の人口は確か300万人ぐらいいて、確か静岡県の次ぐらいに多かったんですけども、まあ、日本の中でもかなり上位の、県の人口となっていて、確か10位か11位ぐらいには位置していたかなと記憶しています。まあ、あとはなんだっけ、鹿島とか、日本でも、日本の中でもかなり重要な工業地域とかありますし、サッカーも鹿島アントラーズって強いチームで有名ですよね。さて、まもなく快楽駅に到着するわけですが、道路がですね、快楽園の駐車場に入る車でもう渋滞になってまして、駐車場もほとんど満車みたいな状態になってるんですよね。これ車で来る人は大変ですね。絶対特急の方が快適だし楽だと思うんですけども、今回は休みですし天気もいいということで、たくさんの人が快楽園に来ているようです。さて、降りる準備をして、降りましょう。そして、快楽園駅に降りました。で、この快楽園駅は、下り電車しか、止まれない構造になっていて、上り線の方には、ホームがないんですよね。特急列車を使用いたします。黄色い電磁ブロックの内側までお下げください。なので、下り列車のみ、この快楽園駅に停車するということになります。いや、それにしても本当にこの部屋天気が良くて良かったです。で、快楽園駅は臨時駅でありますけども、ちゃんとなんか駅も結構綺麗に整備されていまして、ホームにもここが何号車のドアですよっていう表示がされていました。駅係員にお渡しください。それにしても車の渋滞の列がすごいですね。向こうに見える湖が千波湖っていう湖になります。これは快楽園の、駅名表となります。快楽園のメインは、画面左側の高台の上にあります。出るのなんか行列ができてますね。で、快楽駅の外にやってきました。で、この快楽駅に降りるときに、なんだっけ、生産済み証明書っていうのをもらいまして、で、これがその紙なんですけども、要は快楽駅で降りると、隣の水戸駅まで乗りましたよっていうふうに取り扱われまして、で、次、快楽駅から水戸駅まで、普通列車に乗るときは、この証明書を出すだけで、乗ることができるというような仕組みになっています。で、またその証明書を使って乗りましたっていう動画は、また別の動画にしますかね。今回はとりあえず特急トキワに乗って、臨時駅の快楽園に降りましたよっていうような動画なので、では今回の動画はこの辺までとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。